家族のことで悩んでいる、あなたに送る言葉。なぜ同じ家族なのに、親側が子を愛せないのか。子供はずっと頼りにしてきた親に、恨みの感情を持ってしまうのか。また、小さな頃は、喧嘩しても、すぐに仲直りできていた兄弟なのに、大人になると、いつまでも口を聞かない関係になってしまった。気づいたら、1年以上まともな会話をしていないような感じもする。家族のことで、こんなもやもやした気持ちを抱えて、悩んでいる人はいませんか？その人に、全く関心がなかったら、憎んだり嫌いになったりはしないんです。やきもちを焼いたりもしないんです。だから、自分でもゾッとするような怖い感情を身近な誰かに持ってしまったとしたら、それはとても強い関心を寄せているということなのです。何もその感情を否定することはありません。私の気持ちを聞いてください。分かってくださいという、その人を求める愛が願いとして心の奥底にあるのです。愛と憎しみは切り離して考えてはいけないのです。愛があったから親しくなり、親しくなると理解してほしいという期待が分かってくれないという気持ちを募らせて憎しみになったりするのです。愛と憎しみはより親しくなるための通過点なのです。そんな時は心が疲れるので、少し距離を置いて心を休ませましょう。その間にその人との楽しかった時の思い出を振り返るのです。すると不思議なことに、あの憎しみはどこかに消えてしまいます。そしてまた再び形を変えた愛になって目の前に現れます。この繰り返しから心の絆が生まれてくるのです。このチャンネルは毎日配信しています。チャンネル登録をしていただいて、次の動画をお待ちください。